はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。ババーン。オルドフ、スタックスなのかな？そんなスタックスって言うとスタックスはしないので、コントロールかな？そうですね。になります。はい。ね。今はですね、オムラス RT の動画作ってるんですが、さすがにね、初めての経験というか、素材集めとかすごい大変で、ちょっと時間がかかってます。まあ、明日、明後日ぐらいには立てたいなと、出したいなと思ってるので、そちらの方ね、もよろしくお願いします。はい。というわけで、今回このデッキ作った理由なんですが、今の環境、カウンターしなきゃいけないクリーチャーっていうのはほぼ少ない、いないんですね。はい。今までは、オムラス、ウーロとかね、キャントリで出た時に仕事するカード多かったんですが、今の環境はそういうのも少なくなったと。まあ、オムラスがいなくなったんでね。はい。ということで、まあ、除去主体にしてもいいのかな、ということで。まあ、除去主体だとね、こういう、まあ、スカイクリームの亡霊だったりとか、そういう強いカード使えるっていうことで、まあ、こういう、スカイクリームの亡霊をとりあえず4枚使おうというので、こんな感じにしてあります。はい。それと、今の環境、ラクドスエスケープだったりとか、その辺の墓地利用系のね、脱出系のギミック多いので、エルツベスの悪夢、突っ込んであります。はい。これなんですけど、まあ、ニーカのクリーチャー対、プラス、ハンデス、プラス、墓地追放ということで、まあ、アグロに刺さって、コントロールにも、まあ、そこそこ刺さって、まあ、相手の墓地も追放できるということで、いろんなカードがまとまったカードになります。私は、今の環境、これ結構いいのかな、ということで、3枚採用してあります。はい。まあ、もともと、ヨーリオンに対して青を入れる理由っていうのは、ドロソと、あとカウンターだったんですが、まあ、ドロソも基本と、裏切る恵みで、まあ、なんとかなるということで、青を抜きました。はい。まあ、それはそれとしてね、屋敷の踊り入れたさはあるんで、まあ、その辺は、おいおい調整なのかなと思います。まあ、エスパー型も全然ありだと思うので、はい。まあ、結構いろいろとできるのかなという思いはありますね。はい。というわけで、対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。こちら先行ですね。これはキープでしょう。キープで。まあ、しっかりトロソもあってね。一応、速攻相手にも、総量は戦えるので、OK かなと思います。まあ、除去自体はちょっと薄いですけどね。アルセイド。これが引けるなら、総量出しちゃっていいですね。ちょっとだけでもね、打点を抑えておきましょう。アルセイドもね、後々簡単に処理できるので。なるほど。キラキラとかの、なんて言えばいいのかな。オーラか。白タンオーラですね。ただ、絶滅のケーキ引けたのがちょっと偉すぎますね。こっちが1枚引ければいいのかなと思います。これ裏切り目に引かなかったのか。ジンジャープルーター殴ってもよかったと思うんですが。じゃあ、はい。まあ、割かしサレンダーに近いのかなというレベルですね、これは。白タン。多分、ルールスは入ってると思うんですが。まあ、プルートを生贄に下げるかな？一応両方ともね、追放されないようにするっていうのだと、プルートに、アルセイドでプロテクかけた後、プルートを破壊ですね。メカゴジー。珍しいカードいっぱい出てきますね。体感、そうですね。ベラッカの捕食を置いて、ちょっと城、土地が足んないですが。まあ、絶滅のケーキもあるんでね。ここまで。まあ、やばくはないのかなと思います。たとえ、メカゴジにね。あー、めんどくさいことを。警戒。
まあ、たとえね、メカゴジに、呪文ついたとしてもなんとかなるんで。あー。どうしよっかな。まあ、エルカツの方が、いいかな。あとあとヨーリオンでね。スカイクレイブも1割か。メガゴジかな。あとあとヨーリオンという選択肢もあったんで、一応こっちからかなと思います。爆弾。珍しい筆記使いますね。まあ、すごく申し訳ないことをしているんですが。いや、これスカイクレイブの僧侶もだったな。そうですね。一応ライフゲインができるんで、僧侶もでしたね。白タンミッドレンジですか。確かどこかの大会で結構いい成績残してたんでしたっけ、白タンのこういうデッキって。確かそういう記憶がありますね。フェイダーの撤退追加すると、あ、 A1 でパンプかな。うん。で、一応ウルスベスの悪夢を、悪夢かな、悪夢ですね、さすがに。ここから相手の手札1枚から、10?1 点は消えないと思うんで。このアルセイドもいなくなった。白。あ、まあ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 、どっちでもいいのか。このヨーリオンを倒すのが相手大変だと思うんで、スカイクレイブのね、大槌があったところで、上取れないんで、まあ次のターンには悪夢から安全確認して、勝ちかなと思います。うん、ウッドゲーム大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。こちら先行ですね。これはキープでいいでしょう。棺もスカイクレイブの亡霊は景気もあるんでね、ルールサイドにはめちゃくちゃ強いと思います。青タンかな、いや、ラグースか、ラグース、リミアローグかな、なんかそんな感じはしますね。まあインスタントもアゼドロボは最初からもうとっとと切っちゃっていいかなと思います。ガラスの棺とかもね、ガンガン切っちゃっていいと思うんで。そして相手ディミーア型ですね。アゼドロボが入ってる型だとあれか、結構ミッドレンジというかそういうのに寄せた感じだったはず。次のターン、土地1枚引ければもう完璧ですね。はい。インスタントで出さなかったのか。一応、スカイクレイブの亡霊除去という手段もなくはないんですよね。よくしてくるかな？してきましたね。まあ、相手の盤面に戻るわけじゃないんで。いやー、でもここで土地引けなかったのはちょっと、きついですね。もう土地だと相当強かったんですけど。まあ、撤退からだと思います。まあ、ケーキとかもあるし、多分大丈夫かな、今のところは。そうですね。もう1枚2枚ぐらい土地は引いておきたいところではありますけど。
借り手は入ってないんで、で、今落としてみた感じなんですが、湖の水なんかは、さっきのフェリダの撤退の時に使ってないんで多分ないとは思うんですよね。はい。とりあえず2体生成かな。カニに関しては絶滅のケーキで奇数で流します。よいしょ。相手には多分追放除去の方が刺さるんで。うん。ウイルスとかをね、しっかり動かさないためにも、奇数で追放してあげるのが悪いかなと。思いますね。エルカツスオキ代わりだな。そうですね。エルカツスオキして、っていうのでいいかなと思います。できれば土地を引いていきたい。うん。カウンターは何枚入ってるかかな？ライブラリ削りきれないようにするっていうのも大事ではあるんで。はい。はい。エルカツで次の相手のね、行動を制限していく方がいいと思ったので、こっちでいきます。まあ、結果的に OK だな。この相手の行動次第で次のターンのね、お、これ次のターンカウンターなんでケーキチャンスですね。除去自体は多分引かれてるとは思うんですけど、ライブラリがちょっとやばいので、早いこと消していきたいですね。カニも2枚目が引かれてないので、結構楽かなと思います。一応無償な行動メタルっていう手においても、プラスカウンターで捨てたいんですよね。ライブラリは半分。次トップ黒土地が一番嬉しいかな。そうですね。クワッシャは受けます。ヨーリオンか。まあ、とりあえず奇数で消しときますか。まあ、殴っちゃっていいかな。本当は土地引くまで待ちたかったところではありますけど。6枚落とされる。そろそろあれ引いてもあれ落ちてもいい頃だと思うんですけどね。なんだっけ、名前を忘れた。名前なんだったかな。そうか、チリーのしがみつきかとか、エリザベスの悪魔も引きたいんですけどね。実は2枚、あと1枚か。裏切る恵みは、あと1枚。精神迷わせは、1枚かな ?2 枚か。これ、ヨーリオン立てるのも実はありっちゃありなんですよね。ヨーリオン立てると相手の処理手段が、名前を忘れる。ダメだ。まあ、亡霊は、マシかな。
一応、なんだっけ、村の儀式か。とかで消すという手段がなくはないんですけど。水難。まあ、ただそれだと追放自体は確定してるんで。ヨリオン出して撃たせます。ないんだ。ヨリオンに水難とかあるかなと思ったんですけど、テイラに水難はなさそうですね。よいしょ。現状ルールスが役に立ってないんで。素手投げてくる。じゃあまあ、棺からかな。今のうちにハンド確認したいので、悪魔置きます。次のターンの安全確認という面もあるんで。ロークサインがロークサインタップしやがった。ライブラリ的にはちょっときついところではありますが、先途中浮いてるんで、カニが出てきても大丈夫ですね。結構な枚数追放自体はできてるので。できれば土地欲しいんですけどね。行かせてくれるかな？一応引かせてもらえない。まあ、水難消して。実は、ガラスの棺処罰者みたいブリンクがあるんですよね。そっちの方が強いか？一体は消せるのか。おい。殴ります。ライフ的にもそろそろブロックしないときつい頃合いなんで、さすがにブロックかなとは思いますね。カニが引かれてない。でかい。水難。そろそろ土地を引いていきたいとこなんですけど、土地引きなくて嘆くって、なかなかね、こういう時は私少ない気がするんですが。引けない。まあこれ、ヨリオン出しちゃっていいと思います。特にね、ガラスの棺とかも、相手に返す必要ないんで。無情も結構撃ってますよね。そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね。まあ基本的に除去婚なので、まあ相手のカードを除去しながら、基本だったり裏切り恵みで後稼ぎつつ、まあ撤退をね、置いて、まあ放置してれば勝てるかなと。いう状況から作るのが、このデッキですね。はい。特にね、お前なんでシンボル一つなんだって思いはあるんですよね。はい。別にダブルシンボルくらいでも全然問題なかったと思うんですが、おかしいなぁと思いながらずっと見てます。今後ともね、多分白入りのコントロールのフィニッシャー、まあ荒れる性能あるんで、結構ね、見る機会は多いのかなと思います。アズリウスで使う手段もあるんで。はい。それと、まあ、速攻に強いスカイヒレールの僧侶だったりとか、あとベラッカの補足1枚だけ入ってます。まあ、序盤の土地の安定と、まあ、効くデッキには効くんで。まあ、刺さないときは、普通にフィリダン絶対の元にしちゃっていいんでね。はい。それと、今の環境、コスト3以上のカードっていうのはそんな多くないです。というか、4以下が多いんで、亡霊は刺さるんですが、エルカツが刺さない対面というのはそこそこ多いので、エルカツの枚数自体は減らしてあります。はい。絶滅と景気じゃないや。絶滅の景気はサイドにも一応入れてありますが、あれかな？予言祭と壊滅か。は、私は入れてありません。理由なんですけど、壊滅で切りたいカードがそんななかったっていうのが一つですね。はい。予言祭と壊滅って、スタックスだと、海の神の告げだったりとか、そういうので引っ張ってこれるんですが、裏切り恵みしかね、攻撃後、落としたいカードなくて。で、まあ、これは一応1枚なら置いていてもね、そんなに損はないというか、なんとかなるってなるので、はい。まあ、いらないのかなと思います。
同齢とエリザベスでなんとかなっちゃうんで、はい、うちの方も多分大丈夫かなと思います。はい。で、まあスタックス型にしても面白いとは思うので、安屋の方も試してみてください。私は、企業の誓いがなくてライフゲインができないと嘆いております。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。